久保さん特攻隊にしましょうか多分特攻隊の方ってうん多分その相手国が憎いっていうことで特攻隊になったわけじゃないですよね <laughs> まああの特攻隊の知ら,ず知られざる手紙みたいなねあま,たあまり表に出てこない手紙っていうのがあったりしてそこに本音が書かれてたりとかねしたりとかなまあお国のためなんだけども一番お国が言うなんかちょっとみたいだね <laughs> そのお国のためっていう言ってお国って何なんだみたいなねうんだまあ僕はあの「知覧特攻隊」っていうの、ね、は鹿児島に有名な場所があってまあ行ってきましたけどもまあとにかくねすごいですよ、うん、でもそういう人たちがそういう歴史があって今があるっていうので今はねそういうないないですか平和ですからねありがたいですよねだから僕たちはそういう歴史から何を学ぶのか っていうことで,すよでも歴史から学ばないのが歴史ですからね。いってらっしゃい。